さて、こちらにあるもの、スマートなデザイン、オフィスオートメーションのシステムのようにも見えますが、実は印刷機というだけではなく、こちらなんとこのように製本までしてくれるという優れもの。印刷機のイメージが変わる驚きのリポート、注目です。大久保リポーターが訪れたのは、前橋市野中町にある設楽印刷機材。業務用の印刷関連機材の総合商社として全国規模の営業活動を展開しています。商社といえば商品を扱うだけ？いえ、設楽印刷機材は企画開発型商社というビジネスモデルを打ち立てた先駆的な企業。新規市場の開拓、商品の共同開発、自社ブランドによる営業展開など、詳しくは後ほど。そして今回のトピックス、設楽印刷機材の新規事業、こちらも他に先駆けた取り組みが際立ちます。印刷の可能性と付加価値の追求、安全、安心、健康をテーマにした独自性の高いプロジェクト、設楽印刷機材の魅力に迫ります。印刷といえば、するためのハンがあり、インクがありというイメージがあります。もとよりそのような従来型の印刷機の需要もあります。一方で、設楽印刷機材が早くから取り組んだもの、それは小ロット多品種、いわゆるオンデマンド印刷と言われる分野。このオンデマンド印刷において、設楽印刷機材はパイオニア的存在として位置づけられているんです。社長の設楽誠一さんにお話を伺いました。小ロット多品種の印刷に対応できる印刷機はないか、コピー機をアレンジしたらどうだということを、20年以上前、コニカ箕太さんの前身コニカビジネスマシンの社長にアイデアを持ちかけました。するとそれは面白いということで、共同開発をさせていただくことになりました。開発担当者と打ち合わせを重ね、1999年4月クレバープレスという名前でオンデマンド印刷機の第1号機を開発することができました。いやー、商社でありながらものづくりを企画する、しかも今や大きな市場となったオンデマンド印刷の先駆けをなす商品を開発してしまう、先見の明、そして行動力に敬服します。クレバープレスという自社ブランドによるオンデマンド印刷機、初号機誕生から20年余り、モデルチェンジを重ねて進化しているということです。で、このクレバープレスの特徴がですね、主に3つございます。1つ目の特徴が高画質、従来に比べてですね、極めて高画質な印刷を可能にいたしました。その大きな要因としまして、15号トナーという新しいトナーを開発いたしまして、それによりハイクオリティな印刷に仕上げております。こちらがですね、このクレバープレスで印刷したものになります。2つ目の特徴といたしまして、高速化です。こちらの機械はですね、1分間に71ページ印刷をすることができまして、これの上位機種になりますと1分間に140ページ印刷をすることが可能となります。最後に3つ目の特徴となりますが、こちら高機能になります。こちらのクレバープレスはですね、システムを付け加えることによっていろんなことをすることができます。例えばですね、こちらの織りのユニットを追加することによって最大6種類の織りの加工を可能にしております。さらには中閉じのユニットを入れることによって中閉じの印刷、さらには無線閉じ、くるみ製本ですね、こういった本をですね、印刷することが可能となっております。いや、本当に賢いクレバープレス、しかもプロの方が使う業務用でありながら操作は簡単ということなので、私もパンフレット作りに挑戦してみます。よろしくお願いします。お願いします。ではこちらのクレバープレスのカタログを、この中閉じの製本仕上げで印刷してみたいと思います。はい、それでこちらの一番上にデータ入ってますんで選んでください。はい、はい、そうしましたら出力ボタンを押してください。出力、はい、で今回3部印刷したいので3を押してください。この数字を変えるために、はい、3にします。はい、あとは OK を押します。これだけですか？はい、これで出てきます。
それではこちらから印刷物が出てきますので、こちら、はい、こちらから印刷物が出てきます、はい、完成ですね。はい、もうこちらで3部完成でございます。出してみてもいいですか。はい、どうぞ。確かに3部あっという間にできました。ちょっと中も、はい、押したボタンって4回しか、はいはい、それでこんなに綺麗な写真がたくさんあったのに、はい、こんなに綺麗なパンフレットがあっという間にできるんですか。はい、これがクレバープレスです。いや、すごい、本当に賢すぎる、はい、進化したオンデマンド印刷機クレバープレス、さまざまな可能性を秘めています。バリアブル印刷というものがございます。それがですね、クレバープレスの最大の特徴になって得意技となっております。例えばですね、こちらのはがきになりますが、一枚一枚宛名が全く違います。絵柄を変えたりとか、また QR コードとかナンバリングとか、あとバーコードとかをですね、一つ一つこう変えていくことができる、言ったのがバリアブルプリントの大きな特徴となっております。さらにはですね、このバリアブルの機能とこのビッグデータをですね、組み合わせることによって、お客様のターゲット先のですね、ニーズに合った形での DM の内容を変えることによって、ワントゥワンマーケティングに対応することが可能となっております。自社ブランドの商品を武器に全国規模の営業活動を展開するシタラ印刷機材、東京、宇都宮、水戸、長野、新潟、そして大阪の営業所を結ぶテレビ会議などで情報交換や戦略会議などが行われています。印刷関連機材の総合商社として活動するシタラ印刷機材、その活動範囲は国境を越え世界各地に及んでいます。6年前に海外事業部を立ち上げました。主にですね、印刷の関連の機材を輸出または輸入をしております。輸出に関しましては現在54カ国に上ります。主に業務用の紙折り機、調合機等々をスーパーファックスという当社ブランドで展開をさせていただいております。また輸入に関しましては14カ国国内にないものをですね、珍しいものを当社輸入をいたしまして、埼玉県の鶴ヶ島にですね、工場が実はございます。そちらの方で海外の仕様をですね、国内仕様に変えることによってお客様にご提供をさせていただいております。こちらの機械がですね、箔を転写する機械でございまして、実際にこちらはですね、実際に印刷をしたもの、この黒い部分が印刷したところなんですが、これをこちらの機械に通しますと、その印刷した部分だけにですね、箔が乗ると。で、後加工でですね、もう一つ印刷したものの上にニスをコーティングすることによって、手触り感がですね、本当にリアルに感じられます。ぜひちょっと触っていただきたいんですが。いいですか。面白い、はい、すごい細かいですね、はい、この部分もかなり細かく、はい、そうですね、ここまでできるんですか、はい。後加工はですね、他社さんとの差別化であったりとか、自社製品のブランディング化というところではですね、非常に重要なポイントということで、当社といたしましては今後も付加価値の高い、こういった後加工機をですね、お客様にご提供できるように頑張ってまいりたいと思っております。地球規模で展開するビジネス、広がりを見せるシタラ印刷機材の取り組みは後半へ続きます。前橋市野中町に本社を置く印刷関連機材の総合商社、シタラ印刷機材からの BJ スポット。後半最初は昨年4月に立ち上げた新規事業、ヘルスケア事業部についてお聞きします。新型コロナウイルス感染拡大により不足するマスクなどを調達してほしいと、たくさんのお客様からですね、ご要望いただきました。これを当社として受けまして、新型コロナウイルス対応という一過性ではなくですね、お客様の職場環境、ひいては地域の皆様にの安心安全健康へのサポートをさせていただきたいという思いでですね、昨年思い切ってヘルスケア事業部を立ち上げました。そのヘルスケア事業部で取り扱う商品がこちらなんですね。はい、こちらは AI 顔認証の測定システムのフェイススキャナーです。顔に反応して約1秒で温度を測定します。はい、でその時の温度と日にち、時刻、顔写真を内部に記録できます。2週間前にこの機械で測定された方が万が一コロナに発症しても遡って
記録データを見ることができます。でまた Excel データに出力できるんですね。だから濃厚接触者の追跡に非常に役に立ちますね。こちらはどういった製品なんでしょうか。はい、こちらはファウチです。二酸化塩素の働きで空気中や、壁、机、椅子などについているウイルス、菌を不活性化し、同時に消臭もできます。で海外ではこのファウチが新型コロナウイルス病棟に、導入の実績がございます。で弊社ではいち早く国内へこちらをご紹介したいということで販売を開始いたしました。さらに高濃度の二酸化塩素で無人の部屋を一気に除菌消臭ができる装置カナデというものを販売します。またカナデと組み合わせて使うケイという商品もございます。こちらは、その除菌消臭後の安全な濃度を測るという機能がございます。これはスマートフォンを使った、リモートの操作で、二酸化塩素のガスこれが吹き出す時間それから濃度を安全な部分まで、減らしたところを測定するというシステムが、入ってございます。そのヘルスケア事業部今後はどのような展開を考えられているんでしょうか。一つ目としては AI 搭載のロボット、例えば、昼間ですね人がいるところではお掃除ロボットとして、夜間ですね人がいない空間では、除菌をするという1台でですね2役をこなすロボットでございまして、2つ目はですねスーパーに置いてあるショッピングカートこちらの方を二酸化塩素水で除菌をするというくぐるという機会を発表させていただきます。業界の垣根を越えて独自のビジネスモデルを打ち出す設楽印刷機材、どんな未来像を描いているのでしょうか。印刷の可能性の追求です。空気以外は何でも印刷できます。水にも印刷できます。印刷にできること、印刷でしかできないことを追求し、多様化する印刷需要に対し機械資材を提供することはもちろんですが、印刷業界発展のために私どもの役割を果たしていきたいと思っています。さらに新規事業としては海外事業部、ヘルスケア事業部、拡販を図るゼネラルマーケット事業部、そして ICT 事業部設立にあたっては AI、IoT などの最新テクノロジーを活用した便利な社会の実現に向かって貢献をしていきたいと考えております。今後は近未来のソサイティ 5.0 時代 DX 時代を迎えるにあたって可能な限り当社ができること、当社にしかできない役割を果たしていきたいと考えております。先駆けてチャレンジ、変化への対応、ニーズの先取り、そして行動力など設楽印刷機材ならではの取り組み、元気と勇気、そして現状を打開するヒントをいただいた DJ スポットでした。